さて、今回はですね、12月3日の新馬予想の方をやっていきたいんですけども、はい、今回は中山阪神中京と3レース会場をやっていきたいんですけども、うん、そうですね、全部で5レースありますね、まあ、いつも通りの多さなんですけども、中山からやっていくって感じで大丈夫でしょうか、はい、大丈夫です。中山からですね、はい、中山の5レースからですね、4レースからですね、あと千人のダートがあります。はい、やっていきましょう。中山の4レースはね、はい、とりあえずいいなっていう馬がまず1頭、あ、1頭、はい、でこれ本命です。9番スターシャワー、はい、まあ、内田博之ジョッキー、うんうん、まあ、安定もいいですしね。で、調教で長めからウッドで乗って、先週82秒8、53秒2、12秒1を馬が利用力、はい、で今週は内田ジョッキーを乗せて、ゴール前で仕掛けて82秒4、52秒1、11秒8、うん、まあ水準の時計が出てますよね。水準ですね。で、まあ、内田ジョッキーもこれで感触はつかんだでしょうから、はい、まあ、おそらく上手に乗ってこられるのではないかと思います。まあ、これが本命で B プラスですね。相手なんですけれども、はい、8枠15番のサンレーマリーですね、はい、まだ必ずしも動ききれてるわけではないんですけど、あと先週ウッドで83秒4、51秒6、12秒1をゴール前仕掛けで目いっぱいやったわけでもないのに、まあまあの時計を出し、もう今週は馬なり余力で流してしまい11秒9なので、まあ今週非常に楽に動けてるんですよね、はい、全力でいっぱいに追ってどうなのかなっていうのがあるんですけれども、他の馬たちの中では枠順がいいんですよ、はい、あ、枠順、8枠って長く芝走るので、はい、斜めにダートに入る分、1枠の方が芝長く走る分先手取りやすいんですよね。なので中山のダート戦には外枠を変えっていうふうに言われていて、はい、なので、まあここは枠順もあって8枠15番のサンレーマリーを対抗に置いておこうと思うんですが、時計自体は B ぐらいじゃないですかね。ああ、そんな時点ないですね。そこまでって感じはしないですけど、ただ枠順がいいのでこれを対抗に一応押しておこうと思います。わかりました。はい、で、あとはですね、4番サンリコリス、岩部直輝が乗るんですが、まあ、これも姉妹の反応がすごくいいんですよ、うん、だからどっちかというと切れるタイプだと思うんですね。ダートの前にだとある程度前につけないと最後姉妹切れたとてどこまでっていうのはあるじゃないですか。あります。なので評価としては3番手に落とすんですが、はい、まあ、これも B ぐらいですかね、うんうん、うん、先週82秒4、52秒7、12秒1を馬なり有力でマークして、はい、今週は直線だけ軽く流す感じで53秒3、11秒8、まあいいんじゃないかなって感じではありますよね、まあ、というわけで4番を3番手評価で、はい、まあ一応 B くらいで置いておこうかと、うん、他にあんまりいい馬いないんですよね。まあ、C っていうと大穴の2番下栗が、はい、まあまあ動いてるかな、うん、あとは5番のポエームっていう馬が何とも言えないんですが、何とも言えない、何とも言えないんですよ。あのね、長めから調教を山と積んできて、はい、体勢自体は出来上がってるんですが全体時計が全然動いてないので全く推進力がないんですよね、うん、なのでこれもスタートして後方のままでしょう。確かに。って考えるとやっぱり印を打ちにくいですね、うん、というわけでこのレースは一応今挙げたあの4頭にしようと思います。はい、で、霜降りさんはまあまあ動いているのでこれも B なので、一応 B プラス評価は9番スターシャワー1頭、はい、でそれに、あとは11番のオンテンパール、はい、それから13番のソリッドエビデンスまで押さえておこうかなって。というわけで9番のもう一回整理するとごめんなさい、はい、9番のスターシャワー、これを20丸 B プラスで、対抗を丸を15番サンレーマリー、マーカントジョッキーですね、今日乗れてましたね。確かに。サンレーマリー、これを、B 評価で、それから4番サンリコリス、これも B 評価 で、うん、であと11番のオンテンパール、13番のソリッドエビデンス、これもともに B 評価でですので、で、まあ、あと大穴2番の下栗まで、はい、まあ、これも B 評価ってことで、うん、まあ、9番からちょっと広めに相手1、2、3、4、5頭の馬連と3連複を買っていただくって感じでどうでしょうか。わかりました、はい、では続きまして、5レースの方に行かさせていただきます、はい、中山の5レース芝の 2000m ですね。まず目についた馬を挙げると、はい、これね7枠14番のラディアントホース、はいがいいですね。いいですね。先週と丹内ジョッキーを乗せて、
84秒7、52秒9、11秒7馬なり余力、はい、で今週も馬なり余力で82秒4、51秒9、11秒8、はい、十分水準の時計出てますね。全く印が打たれてないんですけれども全く打たれてます。でこの馬を B プラス、おー B プラス、僕は本命にしようと思います。で対抗は2番、グランアトミカ、おでこれも馬なる余力で84秒6、53秒2、11秒9から今週は83秒8、52秒4、12秒0まで時計を詰めて、はい、体勢を整えてここでっていうことなんで気配がいいですよね、うんうん、というわけで2番グランアトミカ、これも B プラスで取らせてください。でそれ以外の馬でこれはいいぞっていう馬が実はあんまりいなくてですね、あいないんですね。あとねどんぐりの背比べ3番ウーパークイーン、4番ウェックスフォード、はい、5番フォーシーザー、6番ラブーシュか、はい、それから、9番モナビジュー、はい、13番マイネルオーシャン、15番キラボクヒーローまでが互角で B ぐらいですね。なので、まあ、波乱あるかなって感じなんですが、確かに割と おすすめは14番と2番の組み合わせですね、はい、でそこから3連複は広めに流していただくっていうことでどうでしょうか。でちなみに上から下まで虹まで背負ってるマイネルオーシャン、はい、三浦ジョッキーの馬なんですが、はい、人気ですね。え別に悪くはないんですが全体時計が87秒、84秒、85秒なんですよ、はい、ただねこれいっぱいに追ってないので1回も1回ちゃんとビシッと追ったらもっといい時計が出るかなっていう気はするし、中山向きのゴールドシップ3区なんでちょっと狙ってみたい感は楽はないんですけれども、はい、ただ今の段階ではまだ十分に動き切れてないっていうのが率直な評価です、はい、ここで一回ビシッと叩いて次のレースあたりに変わり目が見込めるんじゃないかなというふうに思われるので、はい、とりあえずマイネルオーシャンに関しては B 評価で置いておくだけ置いておこうかというふうに思いますが、はいはい、本命としては14番2番の表裏を推奨とします。わ、はい、かりました。では続きまして阪神の方に移らさせていただくんですけども、はい、阪神の方がメンバーとしてはいいかなって感じがしますね。あメンバーいいですね。メンバーいいです。ちょっと中山が低調な感じだったんで、はいはい、阪神の方は割と動いてる馬がまだ余ってる、はい、おります、うん、で阪神の5レース芝の 1600m ですね、はい、一番いいなと思うあの本命は5番ミエノソニックですね。5番ミエノソニックいいと思いますよ、はい、里のクラウン3区なんですけれど、はい、と先々週体重の重い助手乗せて83秒4、51秒4、はい、12秒0、ややいっぱいっていう時計でまあまあ動いてますよね。先週は同じ助手さんで、いっぱいに追ってきて81秒6、51秒1、12秒1、まあ高時計と言っていいんじゃないですかね、うんうん、非常によく動いてます、はい、でもう今週はもう軽く流して直線強めで11秒4っていう形なので、はい、まあ一応仕上がったんじゃないですかね、うん、で長めから3本きちっと追ってるし直前もそれなりに末脚切れてきてるのでおそらくこの馬が先行して抜け出してくるレースになるんじゃないかというふうに思いますので、本命はこの5番ミエノソニック、はい、B プラスで、あ B プラスで、はい、で対抗として挙げられる馬が実はそんなにいないので、いないんですね、なんとも言えないんですが、はい、6番のジューンバタフライ、はい、これが先週83秒9から52秒6、11秒8で直線、強め余力っていう見たことのない評価が出てるんですけど強めなのか余力なのかどっちなんやって話ですよね。ちょっとわからないですね。よくわからないですね、はい、なんですけどまあまあの時計で11秒8で伸びてるので、はい、まあ悪くはないと思うんです、はい、なのでまあこれを一応 B 評価で対抗格で、あとねちょっと穴になるんですけど9番のスキルハンター、はい、これがね追うたびによくなってるんですよ。先週83秒2、53秒0、12秒0、うん、いっぱいで今週は84秒2と全体時計がかかったんですが53秒9、12秒0、いっぱい動いてきてはいるんで少しずつ仕上げは進んでる感じですね。確かに。ただとはいえまだ動ききれてないので、うんうん、B 評価でこれを黒三角ぐらいの3番手評価に入れておこうと思うんです。で、あとはC 評価ですが3番ブレッドリンド、4番バンドーネの2頭を一応 C 評価で入れておこうと思うんですね、はい、さて一番人気になるのは多分1番の里のエンパイアなんですが、あその通りですね。ですがこれがねまだねちゃんと動ききれてないんですよ。先々週あの北村ジョッキー乗せていっぱいに追って84秒に
53秒9、12秒3、全然動けないですよね。その通りですね。で、先週も北村ジョッキー乗せて、そしたらちょっと良くなりました。馬なり余力で84秒1、53秒4、12秒0なので、若干両肩途上にあるかなって感じはするんですけれど、まだ仕上がってないですよ。まだない。まだですね、うん、ここはむしろ5番の見えのソニックの方が動きは全然良いと思うんで、まあ、本命としては僕は5番の方に打ちたいと、はい、でもし1番かかぶるんだったら5番の単勝勝負していただけると面白いかなと。で、相手としては3、4、6、9に1を抑えるかどうかっていうぐらいですね、はい、なるほどです、はい、一応そんな感じの予想にしておこうと思います。わかりました。では続きまして、はい、阪神の6レースの方に行かさせていただきます。はい、阪神の6レース、ダートの1004ですね、はい、このレースは割と面白い馬がいっぱいいるんですが、僕はね、一番面白いと思う馬からいきますね、はい、3番アクロポリスですね、はいはい、ワールドエース3区なんですが、これ今週の販路がいいんですよ。場合によって52秒1、12秒7きちっとまとめてきて、はい、あの水準以上の時計は出ているので、うん、仕上がりは非常に良いんじゃないかと思います、うん、先週はウッドで85秒2、53秒9、11秒9を馬なり余力 0.4 秒先着してきましたし、相手新馬ですけど、うん、なので全体の時計としてもまあまあ動いて最後切れてる。で、直前販路でそれなりの時計で十分水準でまとめてきたってことになると、専用のダートですし、はい、少し先行して押し切る競馬の方がいいですよね、はい、まあ、その通りですよね、まあ、そう考えるとこれアクロポリスがまずその先行して押し切りそうな抜け出しそうなポジションに見えるんですよ、はい、で、あと1番のルージュロンドですね、はい、で、この馬はあの先週84秒4、52秒3、11秒6を馬なり余力でマークし、はい、今週強めによって82秒0、53秒5、11秒8、それなりに最後切れてきたかなって感じですね。うん、なので、これも B プラス。おー、B プラス。3番も B プラスですけど、1番も B プラスで対抗に置こうと思います。はい、それからですね、はい、6番、モズパシュート、はい、で。これね、全体時計はそれほど動いてないんですが、芝居が切れるんですよ。11秒8、11秒4で仕上がった。別に強めに追ってるぐらいで上がってくるので、はい、まあ、全体時計も83秒台はマークしてるので、うん、まあ中段前ぐらいにはつけられるかなと、はい、そして最後切れてくるので、うん、まあどれだけその末脚を亀田ジョッキーが引き出せるかというところじゃないかなというふうに思いますね、うん、でそれから9番ルックスアルム、これはね全体時計がいいんですよ。で、82秒9、51秒2、12秒0馬なり余力で出して、今週ビシッと打って81秒3から51秒1、12秒2、最後ちょこっとかかりましたけどいっぱい、そしてもう一回念のため29日に姉妹馬なり余力で追って最後11秒4で切れたんで、うん、これは切れ味を確かめたんでしょうね。これもねちゃんと仕上がってますね。というわけでこれも B プラス評価、はい、というわけでこのレースは1、3、6、9の4頭をピックアップしたいと思います、はい、で一応念のため C で押さえておく馬を挙げておくと、はい、5番ポットジャスパー、それから11番栗のイザナミ、この2頭を一応押さえて上げるだけ上げておこうと思いますが、はい、うん、まあ、このレースに関しては1、3、6、9の叩き合いが面白いかなと、はい、でその中でどれが一番いいかって言われたら私は9番のルクスアルムかなっていう気がします、うん、で3番のアクロポリスもいいんですね、はい、で多分この2頭で先行していくので、うん、3と9の馬単裏表は、うん、ぜひ買ってみていただけると面白いんじゃないかなと思いますが、はい、そこまでこう強く押せる馬っていうのが、はい、正直明日の新馬はあまりいなかったな、はい、率直な感想です。なるほどです。ではラストの中京の5レースの方の新馬戦いきたいんですけども、こちらはどうでしょうか。明日一番面白いのはここじゃないですか。あの G1 があるあの開催場所だから面白いって感じですから、もしかして。そうなんですね。だからやっぱりジョッキーがいいっていうのもあると思うんですよ。はい、で僕ねこれ一番面白いと断然人気になるのはアルトゥームなんですけれど、ノーザンファームのサンデーの馬なんで今週も結構動きましたし、なので人気になるんですね、はい、で今週コバオープンのジェットモーションをいっぱいによって最後11秒4で上がってきて突き放したんです、5馬身ということで、まあ、追われて味があるコバを一気に突き放したっていう単票になってるんで、はい、人気になるのも分かるんですね、はい、ユーザーバイフジョッキーで、うん、ですが、はい、ですがこのレース僕はねもっと面白いと思うのは3番なんです。3番なんです。あのルメールジョッキーの乗るタトジュニアっていう馬ですね。で父がセントパトリックズデイ
はい、誰っていう誰WHO っていうふうに思ったんですけど、はい、これ外国馬ですね。あ、外国で外国のトレーニングセールっていう、はい、あの仕上がってる馬をビューって走らせて、その速い順に売れていくっていうレースで、はい、直線10秒0で上がってきてそれで1億5000万ぐらいで買われていったっていう、はい、日本の馬主に買われていったっていう。というわけでもうすでに今年の3月の段階で、はい、こんな時計出してるのでもう即戦力として導入されてきて、はい、そしてここへ持ってきたんですが、先週ルメールジョッキーワン上に81秒0、52秒1、12秒0をややいっぱいで叩き出し、これも高度計ですよね。高度計ですね。で今週半路で52秒8、12秒7で末強め程度でまとめてきてる、完全な勝ちパターンですよ。でやっぱりそれはもともと3月の時点で上がり10秒0で上がる馬なんでそれはまあこのぐらい動くよねって話で、ほぼほぼ仕上げとしては完璧パーフェクトな仕上げで、もうデビュー戦勝つためだけにここ使ってくる感じですよね。そうですね。というわけで、まあ、ルメールジョッキーを排してきたこともありますし、はい、単勝はこの馬でしょう。おお、単勝は単勝はこの馬でしょう。で多分アルトゥーノがオッズ吸ってくれるので、はい、でさらにはモレイラの馬もいるし、さらには松山ジョッキーの馬もいるとなると、オッズ多分そっちに座れるんで、サトジュニア多分4番人気か3番人気ぐらいで止まると思うんですよ、うん、5倍ぐらいつくんじゃないですかね、まあ、5倍か6倍か今のところ5倍ですね。5倍ですか、はい、じゃあそこ単勝じゃないですか明日の勝負レースは私ここです。これですか、はい、この外国サンバのパトジュニアの仕上げの良さに一票投じたいと、はい、A に近い B プラスという評価になると思います、はい、で相手も6番のモレイラ馬ですね、はい、インクルージョン、うん、これもあのちゃんと動いてますよ、はい、で2歩で長めから83秒8、52秒0、12秒4をゴール前仕掛け、もう先週に至っては、はい、あの短めの距離から追ったんですが、いっぱいに追ってウッドで50秒4、11秒3と動いてきてもう2勝クラスのワールズコライトにあの導入、はい、で合わせたグランプレジールにも導入ということで、コバ相手に互角の動きを見せてきてますね。確かに。そして今週は同じくウッドでゴール前仕掛けるだけにとどめて51秒3の11秒8高度計出てますよね。これそれはモレイラ乗せるわなっていう感じの仕上げですよね、はい、これも A に近い B プラスということで、僕は3番から相手はむしろ6番が狙いかなと。でもし4番が2歩進むんだったら3、6は結構馬単でもつくんじゃないかと思うので、はい、まあ、これをぜひお買い求めいただけるといいかなという気がします。で8番の松山ジョッキーのレッドスウィングも動いてるんですよ、はい、まあまあ83秒2、53秒0、11秒6の1敗、はい、で先週は鷲津コタジョッキーを乗せて、はい、馬なり余力で82秒7、52秒2、11秒7、うん、1敗におったらどれだけ時計出てたんだろうっていうぐらいの動きはしてるので、うんうん、確かに。でも鷲津ジョッキーは変えられてしまい松山ジョッキーっていうのシビアな世界ですよね。あ、その通りですね、うん、確かに。コタ乗せてやれよこれコタで勝ち負けできると思うんだけど、いや、まあそこはもう確実にいっちゃう、まあ下げるわけじゃないですけど、松山ジョッキーに、ね、やっぱりまあ松山ジョッキーに託したってことはやっぱり勝ちに来たってことだろうと思うので、うん、これも B プラス、はい、で相手の一投ということですね。で4番のアルトゥームも悪いとは言わないんですが、はい、いっぱいに追ってるにしてはちょっと物足りない時計なんですよ、うん、コバオープンを一気に突き放したっていうふうに言われてますが、はい、時計自体は大したことないので大したことない。あいつ合わせたジェットモーションが動かなすぎたのかもしれませんって考えると、あまり過大な評価はできないかなってことで、はい、まあ、4番手にとりあえず落として、はい、B ぐらいで4番手に落としておこうと思います。はい、はい、以上4頭でこのレースは勝負できるような気がするので、はい、ぜひパトジュニアの単勝から6番、はい、8番に抜けてくれと、はい、祈りながら見ていただきつつ4番も抑えるだけ抑えておくというのがいい狙いなんじゃないかなと思います。わかりました、はい、というわけで明日の推奨は中京5レースですね。ありがとうございます。はい、明日の、まあ、先ほど先生がおっしゃった通り中京の5レースがやはり、まあ、推奨レースということなんですけども、先生とちょっとお話しした中で明日の、まあ、新馬戦のレベルがちょっと思った以上にちょっとどんぐりの背比べっていうのをちょっとお聞きして、そうなんだなということがあって、あの多分ね中京にいいジョッキーが集まっちゃったんで、はい、今週無理にデビューさせることもないかというふうに考えて、はい、来週に回した馬がいっぱいいると思うんですね。ということは来週の方が、まあ、多分ね来週に期待馬素質馬がずらっと出て
てくる気がするので、はい、来週の新馬戦は各場ともに見ものかなという気はするんですが、はい、やっぱりあの中京も僕面白いって言ってるように、はい、ジョッキーもいいジョッキー集まってるので、まあ、その通りです、まあ、そうなるとじゃあ中京で使おうって言って使ってきた馬に、はい、今回いい馬が多いんだろうというふうに思うんですね、はい、なので、まあ、来週以降も多分いい馬が中山にも阪神にも出てくると思うので、まあ、狙うとしたらむしろそっちですね、将来性のある馬はというふうに思います。今週はまあなんとか勝てたらいいなって感じのどんぐりの背比べレースって感じがいたしました。わかりました、はい、ではまあこんな感じで終わっていきたいんですけども、まあ、12月2日、まあ、今日撮影してるんですけども、まあ、新馬戦、阪神6レースがもう3頭で決着して完全的中となっているので、阪神の6すごくなかったですか？ちょっと震えました。上げた3頭で完璧に1-2-3ですよね。しかも比較的人気のない4番が、はい、僕あの3頭横並びだって言ったんですけど、はい、3頭の中で一番人気のない4番が2着に突っ込んだんで、はい、配当もちょっとそれなりにつきましたよね。つきましたね、確かに。皆さん取っていただけましたか？あの予想は我ながら会心の予想だったので、馬券買っていていただけてることを心から祈るのですが、はい、ということで、まあ、こんな感じで先生の新馬予想はかなりの的中を誇っているので、ぜひとも参考にしていただけたら嬉しいと思うので、ぜひともチャンネル登録と、もしいい配当を取れましたらいいねボタンもよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。